お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよ無党派プロレス活動再開第1戦、来年1月13日、文武大会、名イベント、対山田太郎戦についてまずお願いします。1月13日、はい、ちょっと餅を食べ過ぎてちょっと体が重たいかもしれない。正月先ですから。正月先ね。でも田中君苦手なんだよね、これね。苦手なタイプ。あ、そうですか。そう、つかみどころがないというか、まあでもね、まあ年の功でも、ね、まあどうにもなんなかったもんね。まあやれることをやり尽くして、動けるうちに動いて、で作戦とか特に果てずに挑もうかなと。今度こそなんかね、こうなんか裏を書くのもうまいじゃないですか。お互いなんか馬鹿し合いのような。そうね、その裏側をちょっと、はい、つっついていかないと、はい、多分そんなこといかないのかな。あと、その試合にですね、はい、覇王争奪戦というあになっておりまして、覇王、はい、はい、勝った方が、まあ、ウィナーフラッグを、まあ、ベルトではなくて、まあ、旗なんですよ。旗、はい、はいはい、なるほど、チャンピオンみたいなものですか。そうですね、はいはいはい、無党派プロレスにおけるチャンピオンということで。ああ、はい、本当ですか。はい、じゃあちょっと余計頑張ります。あ、期待しております。もらえる、はい、もらえるの好きなんで、なんか、いや、あと2ヶ月ですが、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。